東大寺社名仏像白号は、仏の眉間のやや上に生えているとされる白く長い毛。右巻きに丸まっており、伸ばすと一畳五尺あるとされる。眉間白号とも、三十二章の三十一番目であり、白号章、眉間白号章とも、光を放ち世界を照らすとされる。ホッケ行序本には、仏が無料義所三枚の瞑想に入ったとき、 白豪が光を放ち東方一万八千世界を照らし出すというシーンが描かれている。白豪の位置はインド哲学における第六チャクラのアージニャーである。芝神などいくつかのヒンドゥー教の神はその位置に第三の目を持つ。ヒンドゥー教とが同じ位置にする装飾であるビンディやティラカと俗に混同されるが直接の関係は薄い。仏教美術では 白号は、如来と、菩薩に付ける。名王、天武、童子などには付けない。仏画では、白い丸や渦巻きで表される。仏像では、丸い膨らみで表されたりするほか、水晶、真珠などの宝石がはめ込まれる。近年では、ガラスやアクリル樹脂も使われる。古い仏像では、もともとついていたが失われていることもある。三十二章の中には、 美術表現が無理なもの、特に仏像として造形できないものが多いが、白豪章は造形しやすいため、目立つ特徴となっていることが多い。白茶に使われる若目は、白豪と呼ばれ、白茶は、白豪茶とも呼ばれるが、これは、目に白い毛が密生していることによる。紅茶の茶葉の種類で言う、ペコー、または、ピコーとは、白豪の復元語発音に由来する。 ありがとうございます。